こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家の後、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録はこちらからお願いいたします。三橋経済塾ですが、第7回、講義がゲスト講師鈴木啓生先生をお招きして開催されました。啓生史論ですが、高等論第42回藤原の住友の乱、歴史時事第42回サラフアディーンがリリースになっておりますので、ぜひ皆さんご入会いただければと思います。今日はね、あの話題なんですよ。ガス。うん。節電ってやってます？はい、いや、あんまりやってないんですけど。別にやってなくてもいいんですけども。まあ個人の。でもなんか節電がやってるのが偉いみたいな空気に周りがなってきてて、あ、節電警察が間もなく誕生する。そう、わーって思いました。はい、予想通りです。はい。予想通りですよ。これは本当はおかしな話で、政府が悪いじゃないですか。はい。で、前も言いましたが、これこれこういうバカな政策をやったんで、皆さんに節電することをお願いしなくちゃいけなくなりました。すいませんと。でも、このまでこういうふうにやって解決しますから、ちょっと我慢してねっていうのは説明があればいいんだけども、なんで節電が必要になってるかっていうのも、ろくに政府は説明してない。うん、もちろんその電力関係の専門家たちは説明してますけども、はい、まあ、ぶっちゃけフィットと発送電分離なんですけど、はい、私も話しましたけども、今度はですね、ガスなんですよ、ガス。ガスですか。ガスも。ということでですね、ブログ、7月13日ですね、節ガス警察への道というタイトルのエントリー書いたんですけど、ここで取り上げた記事がですね、経済産業省ですね、政府っていうよりも経済産業省がですね、もうすでに節ガスの、その制度設計に入っています。で、これなんでかというと、まあ、ロシア産ですね、サハリンの、はい、ガスが、LNG がね、はい、日本に来ないんじゃないかということなんですが、うん、まずは、家庭や企業に広く、ガスの節約をお願いしますってこう求めると。で、不十分な場合は、大口企業に個別に需要の抑制を要請すると。より強い措置として、大口企業への使用制限令も検討すると。ガス使用制限令ですね。ちなみに電力はありますからね。はい、電力使用制限令はあるんだけど、ガスもやるんかいと。うん。こんな国で創業する企業あるんかいっていう、うん、そろそろ思ってきますね。はい。はい。ということなんですね。で、実はですね、そのガスって、天然ガスって、日本って液化して持ってきてるんです。うん、はい。そうしないと、なんていう、一つのこう、まあ、空間に対して、ガスの密度が薄くなっちゃうから。はい、だからこれを液化天然ガスと呼びます。はい、それが LNG です。はい、知ってました？いや、あんまり詳しくは知らなかった。あ、そうなんですか。LNG、まあ、要はガスって冷やすと液体になるってだけなんですけど、はい、それを、その巨大なタンカーとかで持ってきて、で、LNG の基地、こう丸いやつですね、大体。そこに入れといて、それでガス化して燃やして使うんです。発電とかだと。はい、うん、はい、私、LNG を運ぶ船とかに乗ったことあるんですけど、戦艦ヤマとかってぐらいでかいんですよ。でかい。一気に持ってこなくちゃいけないから。はい、で、ずっと冷やし続けなくちゃいけないです。うん、気化しちゃうからということなんですね。で、ロシアからも、この液化天然ガスで持ってきてたんですけども、はい、まあ、それが途絶するかもしれんと。どうしてですか？それはサハリン2というですね、はい、日本の商社等がちゃんと権益を持っている、つまり資本を持っている、はい、そのサハリン2のガス油田っていうのかな、はい、ガス田ですね。ガス田について、プーチン大統領が、これなんかロシア企業のものにするからって形の大統領令にサインしちゃったからです。あれなんかそれと思った。前から言ってますけど、グローバリズムの3要素っていうのは、契約の遵守、はい、所有権の保障、そしてフェアな市場アクセスなんですけど。全部？うん。その例によって取り上げられちゃったって感じなんですか？もう接収ですよ。だから絶対やっちゃいけないはずなんだけど、あ、こういうことももうできる時代になってんだなーってことで、まあ、ある意味ショック受けたんですけど、はい、でもよくよく考えてみたら日本だってロシアの外貨準備凍結してますからね。はい、これ所有権の侵害だからロシアのと、うん、いうことなので、だからもう完全にグローバリズム終わるんだなと。だからロシアに、投資してる企業さんたちはちょっと考えた方がいいですよ。普通に接収されます。はい、保証ないでしょ。うん、はい、保証ないでしょと。で、保証で言えばこっちの問題もそうなんだけど、日本政府が例えば、あ、申し訳ない。そのガスを使うね、いっぱい使う企業、工場とか使うから、はい、ちょっとガス使わないでくれって言われたら損失が出ちゃうじゃないですか、企業。はい、保証してくれるならいいよね。うん、やらないよね。はい、やらないでしょと。いうことなので、これ本当にやばいなと思ってるんですけども、でもそれよりも根本的な問題があるなとちょっとこれを知ってほしかったんですよ、日本のガスのサービスについて。根本的な問題、まあ、LNG っていうのは液化して運ぶんだけど、はい、やっぱ設備はね巨大だし高いですよ、うんはい、非常に低い温度で維持しなくちゃいけないんで、はい、あれずっとですよ、ずっと低い温度低温で維持しなくちゃいけないんで、はい、それで例えばその、まあ、東京湾にまあいろんなこうガス LNG の基地がありますよと。でそれは基本的にはなんでしょうね、そのまま LNG として持ってて、それで近くでガスにして燃やして使うって形の使われ方してるんで、はい、例えば北陸電力とかがですよ、北陸電力とかがそのガスが LNG がないんです、ガスが足りないんですってなった時に、その東京のねその LNG について、まあ、東京電力が持ってることになるのかな、はい、それを送るって簡単にできないんですよね。なぜかというとパイプラインがないからな、はいはい、ということでですね、今日はちょっとねパイプライン、ガスパイプラインについて真実を知っていただきたい。これ欧州のガスパイプライン網なんですよ。すごいでしょこれ。はい。で、まあロシアから天然ガス買ってるわけです。だから今大変なことになってるんだけど、うん、ここのバルブを止めるぞと、キュッ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 とかやられてるから大変なことになってるんだけど、はい、一応こうインフラとしてはですね、ガスパイプライン網っていうのができてるわけなんです。そのヨーロッパでは。はい。日本がこれじゃ。ん？どこにあるの？ここです。ここ多少ありますね。はい、多少あります。あ、だから東京湾から北陸に送ることはできるのかな？ガスを。はい。ただ、他はもう全然ないっすよね。ない。ということなので、ガス会社とか電力会社とかがガスを互いに融通するっていう方法がないんですよ。はい。はい、あるいは LNG に、また LNG のままこう船で持っていくんですかとかいうそういう世界になっちゃうんだけど。はい。だからこうガスのパイプラインに対しても、インフラ整備が全然されてないっていうことなんですよね。私はこれは国家がやるべきだと思う。はい、というかヨーロッパとか絶対国家がやってるに決まってるから、うん、はい、ところが基本民間丸投げですよ。で考えてみてくださいよと。だって東京ガスと例えばまあ北陸ガスがですよ。じゃあうちと、まあ、東京ガスと北陸ガスは実際やってるからあれだけど、東京ガスと例えば東北ガスっていうのかな、よくわからないんだけどガス会社はあんまり知らないんで、じゃあパイプラインで結びましょうと、いざという時に助け合うためにってことで、誰が金出すんですよね。確かに、うん、ガス会社が出すんですか、うん、でまあ1対1ぐらいならいいけど、これネットワークにしなくちゃいけないじゃないですか、はい、その時に誰がコストを負担するんですかと。でそのガス会社も今民間で利益のためにビジネスやっててですよ、うん、そんないつ使うかわからないその非常事態に備えたようなガスパイプラインに投資しますかと、なかなか難しいです。するわけがないでしょうということなので、これはだから中央政府が普通に建設国債発行して、はい、ガスパイプライン網っていうのを整備するということをやらなくちゃいけないんですが、まあ緊縮財政だとまあやらんということになっちゃって、それで、だからもう立ち遅れちゃってるんです。もう本当発展途上国みたいですよね。はい、ガスのパイプライン網っていうのは。というかないですよ、事実上。はい、これが先進国じゃ、これが先進国ってもんですよ、本当に。という状況なんですね。この最初にちょこっと作ったいつ作ったんですか？ちょこっとあるとこ。はい。うん。そんなに古いわけじゃないと思いますけどね。はい。ここぐらいかということで、もう完全になんか東北のなんか北の方で見捨てられてる状況ですよね。完全に北海道もそうですけどね。はい。あとその山陰とかでしょ。山陰とか北陸3県とか完全に見捨てられてるなという感じがしますけど、四国もですね。四国全くないんだ。全くないですね。はい。で、これがですね、2019年の日本の LNG 輸入先別シェアなんです。はい。はい。まあ、オーストラリアが一番多いんですよ、なんだかんだ言って。で、マレーシアですね。まあ、アジアが多いんですね、LNG は。これがロシアです。8.3%。で、ブルネイ、パプアニューギニア、これはアメリカか。はい。あと、こう見ると、これはまあ、カタールそこそこでかいか。カタール以外は中東への依存っていうのは LNG はあんまりないんですね。はい。もしかしたら買い負けてるのかもしれないんだけど、でも基本的に LNG の購入って長期契約でやるんで、はい。はい。ただその長期契約がロシアとの間にあったところでですね、まあ平気で、はい、止められちゃうんだろうなと。LNG の出荷とかをと。だってね、普通になんか、そのプロジェクトをこっちのロシア企業のものにするからみたいなことをやるんですよ。やるのがもう普通になっちゃってるから。という状況だからめちゃめちゃリスキーなんですよ。ということで、そのガスの使用制限令は、まあロシアからの輸入が途絶した途端にですね、はい、まあ発令されるんじゃないかなと。それとどうなるかというと、はい、さっきの電気の話じゃないんだけど、節ガス警察。節ガス警察。節電警察まだ見かけたことないですか？あなたダメよ、節電しなくちゃみたいな。まだそこまではないですけど。そこまで言ってないけど。でもなんか節電のいろんな賢い節電方法とかこういう記事が出てるじゃないですか。はい、これ絶対誘導されんなと。つまり節電するのが当然でしょというような空気ができてって、そこで警察が誕生すると、ガスもそうなるんじゃないかなと思うんですけど、ここでもう何でしょう、究極まで踏み込むと多分こういう話になると思うんですよね。例えば、10月に小麦の政府受け渡し価格が改定されますと、はい、ロシア・ウクライナ戦争の影響まだ織り込んでないから、それが織り込まれるのが10月ですね。でも決定されるのは9月だから、はい、まあ再来月かなんですけど、そこでバーンと小麦価格跳ね上がりましたと言った場合にですね、本当に穀物危機、穀物不足とかになっちゃうんじゃないかと。はい、あと配合飼料ね。配合飼料の価格も跳ね上がるから、畜産物とかもめちゃめちゃ高くなっていく可能性があるんですよね。はい、するとどうなるかなと思ったら、接触要請。そんなですか。それは辛い。政府が接触要請。食べるのを節約してくださいと。いう話になんねえかな。むしろここまで来たら、見てえわ、それ、みたいな。そんな。はい、絶対嫌ですけどね。食料摂取、制限令。とかですね。そして最後は接触警察。あ、何食べてるの？なんで食べてんのですね。なんで食べてんの？接触しなくてはいけないのにみたいな。超絶的なディストピアになるなと、はい、これはね、笑って話すべきだと思うんですよ。こんなの真面目に話したら暗くなるわ、本当に。はい、でも論理的には必ずそうなんですよ。緊縮財政です。はい、で、全部民間に任せてあるんですと。それで、食料生産が、例えば輸入価格が跳ね上がるとか、輸入自体が途絶するって可能性もあるわけです、これから。その時に食料価格どんどん上がっていったら、そうすると政府としては、完全に政府の問題なんだけど、自分に攻撃向くの嫌だから、まず、でも何もしないわけにいかないですよね。はい。だから、まあ、接触しましょう、とりあえずと。食べ物を取るのを節約しましょうと。やるわけですね。なんか今の流れだと本当にありそうな気がしてきちゃいますね。あるいは、農協のせいだですね。とかですね。そういうスケープゴート、ルサンチマンプロパガンダの網掛けをしてですね、いや、私どもは頑張ってやっておりますけど、対応しておりますけど、農協がみたいな感じで、そこに攻撃を向けさせるとかですよ。はい。あるいは電力の話にしても、ガスの話にしても、それこそ電力会社とかガス会社、厳密には発電会社だね、電力は。そこをスケープゴートにして、それで、いや、東電が、旧型というか老朽化した火力発電所を止めるのがいけないんですよ。ちゃんと説明しなさいみたいに政府が言う。お前のせいだろうと、お前のせいだろうって言うんだけど、責任転嫁するためということなんですよ。ひどい政府になりました。はい、コロナ見たらわかるでしょ、ということなんです。昔は違ったんですよ。でもやっぱりこれはね、小泉政権期からなんです。自己責任論というのが生まれたと。はい、いや、もう自己責任論って楽だから政治家が、あるいは官僚たちが。楽なんですか？楽ですよ。だってそれあなたの自己責任でしょって終わるじゃない。お前のせいだろって言われて、いやいや、何言ってんですか。フェアな市場競争の結果、あなた負けたんですから、それはあなたの自己責任ですよ。ということで救う必要がないんですよ。で、これ裏側に緊縮財政があるんです。わかりました。はい。だから政府はね、そんなこと言ってもお金がないんで、使えないんですよ。あなたを救うためにはできない。で、あなたは努力不足でしょ。という感じですね。実際は単に運が悪くてみんな苦しんでるんですよ。はい。成功した奴がいたとしたらたまたま運がいいだけなんだけど、その成功してない方々、辛い方々からの攻撃が向くの嫌だから、自己責任論と。いうような、そういう社会になっちゃったんですよね。でもこれ、面白いよね。あらゆる日本の社会問題って、すべて根っこは緊縮財政。はい。そりゃそうですよね。緊縮財政ってことは政府何もしてませんって言ってるのと同じなんだから、それは国民救えませんわと。はい。だからといって攻撃向くの嫌だから、いろいろ考えてるんでしょ。だから、まずは節約要請をして、はい、それで節約当然でしょと空気作っていって、それでもダメだったら、あいつをスケープゴートにして攻撃させて、さらには、節約に応じない国民ってのも、そう、敵だみたいな空気作って、それで警察に攻撃させる。警察って民間警察ね。民間警察に、ただだから何しろ、攻撃させると、はい、いうような形。あるいはあれで、これ実際やると思いますけど、例えば、節電要請に、はい、応じなかった企業っていうのは、さらされるでしょうね。これは本当にやると思いますよ。今年の冬。はい、さらに罰金ですわと。それに何の意味があるのって思っちゃうんですけど。自分に攻撃来ないじゃないですかと。それ以外何もないんですよ。はい、というような国になっちゃったんですわね。困ったもんですね。はい、じゃあどうしたらいいと思います？どうしたらいいんですか？だからそれは前回でしたっけ？ルサンチマンプロパガンダの対象になった方々が身すくめて耐えていたと。あ、戦う？そう。で、戦わなかったと。戦うっていうよりもね、仕組みを知ることですよ。仕組みを知る。構造。はい。だから農協改革なんて、誰が儲けたいかと。一番筆頭限りだけど、それ分かるわけですよね。それを知らせる。で、言っていくこと。はい、で、今回の節電要請にしても、節ガス要請にしても、そのダメージ食らうのは企業だし、あるいは日本国民なんで、はい、いやこういうことじゃねえかと、悪いの全部政府だろうってことをみんなが知って叫べば変わると思う。うん、はい。本当なんか、あれですよね、コロナの初期のね、まあ、前期の、そのコロナの、その、自粛警察。嫌でしたね。嫌でしたよね。なんで国民同士でこんなになんか叩き合ってんのみたいな形で。はい、政府がこのガスの問題に対策打つとしたらどんな？ちょっと難しいね、ガスは。はい。ガスは難しいと思います。電気だと原発動かすっていう手が まずありますよね、第一歩として。はい、で、ガスについてはですね、まあ、調達先の多様化とかやるんだけど、そんなの他の国もやりますからね。当たり前ですけど。はい、だから、とりあえずガスパイプライン網の整備とかやって、はい、将来に備えると同時に、近々ではもう政府が、お金の面で支援して、ガス会社を支援していくしかないでしょう。多分、ちょっと高めでもスポットで買うと高くなっちゃうんだけど、それでも買えと。金払うからと。はい。だからこれひどい話で、だからスポット価格だと高くなっちゃうから、そんな利益考えてるガス会社買えないじゃないですか。はい。と、ガスの供給ができませんってなってるの、何やってんだって形で怒られるんだけど、お前と、どうしろっちゅうんだと。なんでガス会社、民間会社がガスの安全保障まで 100% 面倒見なくちゃいけないんだと。供給責任がって言われるんだけど、その中で何を言ってんだ、それ国家だろと、責任があるの。はい。いうような話をね、していかなくちゃいけないですよね。ほんとだから電力会社かわいそう。電力会社って言ってもあれで、ね、小売自由から入ってきた人たちとかじゃなくて、フィットの事業者じゃなくて、はい、本当の意味での元々の給電ですね。はい。本当かわいそうだと思いますよ。一方的に責任だけ押し付けられて、はい、それで現実問題として対処しようないんだけど、一番やるべき原発再稼働は政治家が判断しないと。まあ多少動き始めてますけどね。という状況で一体どうしたらいいんだと。このままだとなんかやる気なくなって、もうわかる、もういい、知らない、供給しねえって形で崩壊しねえかなっていうのがすごい心配。まあそうなったらめっちゃめちゃ攻撃がいくわけですよ、これ。はい。ね、嫌でしょ、この世界って。はい、大元の悪い責任者をちゃんと批判しようよ。政府だよ。日本政府だよと。そして、ちゃんとお金を払えばなんとかなるにもかかわらず、まあちょっと原発再稼働は別だけど、お金払えばなんとかなるにもかかわらず、出さない財務省ですよ。はい。それ、でも、まあ、あれですよね、矢野浩二君の、はい、ハッピー論文以降、すげえ財務省の、なんていうの、悪い部分っていうのがクローズアップされたでしょ。財務省問題なんていうのが出るなんて思ってなかった、私。だって表に出てこないんだもん、あいつら。はい。でも表に出てこない。出てきて、財政研究会、財政政策検討本部か、財政政策検討本部対財務省みたいな構図が自民党の政調内でできてみたいな形で、はい、一体財務官僚何なんだで、彼らの動機とかもね、ちゃんと説明してきましたけど、そこがブワッとクローズアップされてきたので、例えばガスが使えない、節ガス要請でガス使えない、あるいはガスの価格が上がるっていうパターンもあるんだけど、ガス使えなくなっちゃったとか、電気代が高すぎて使えないって形で苦しんでる人は財務省を攻撃しろよ。あるいは政治家でもいいんだけど、とにかく日本政府です。間違ってもガス会社とか電力会社とか、あるいは節電してない人、節ガスしてない人に対して攻撃しちゃいけないというのを今強く言っておかないとですね。はい。ね、見てみたいね、節食要請ね。見たくない。食べ物を取るのを節約してくださいみたいな。その状況になったらさすがに暴動とか起きるんじゃない日本の場合って。はい、日本であっても、はい。生きていけないですもんね。まあ電力の、いやガスの節約も相当厳しいでしょ。で、今から8月か。はい。きついっすよね。特に電力ね。で、冬はガスか。はい。どうしましょう ?11 月の時点で、いきなりロシアが日本への LNG の出荷止めちゃったらみたいなね。もう確実に節ガス要請です。で、寒い冬の中。水でシャワーとか水になっちゃうんですか、ね、ああ、ちょっと想像すると地獄です、ね。はい。もうお風呂入れないじゃないですか。はい。っていうようなですね、馬鹿げた状況になりかねないので、ぜひ皆さん、今日の、私が言いたかったことは一つだけなんですよ。敵を間違えちゃいけませんよということでございます。なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのか、なぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのか、なぜ先進国の中で唯一成長していないのか。実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。